はい、どうもこんばんは。ということで今日撮っていく動画の内容についてなんですけど、まあちょっとね、地味に気になったんで、みんなのなんかその冬場にかかる暖房の料金、まあ電気代とかも含めるとこう細かい数字って出ないと思うんですけど、なんかわりかしその少ない本だったんじゃないのかなと思って、まあ、気になったんでね、ちょっと動画にしてみようかなと思いました。だいたい10月ぐらいかな、10月ぐらいから、まあ今3月ぐらいまでが、こう肌寒いかなっていう時期だと思うんですけど、まあそこにかかるその暖房ですよね。要は暖を取るのにかかった費用、でみんないくらぐらいだったのかなと思って、僕の場合はなんか絶対にこれだっていうのがすぐ出るんですよね。まあその電気代はちょっと微妙なんですけど、なんかあの灯油を入れて使うなんかストーブみたいなのあるじゃないですか。であれを出してまああの使ってるんで、電気代はまあ多分、まあ、よく使ってもまあ1000円とか500円とかそんなもんなのかな、詳しくわかんないけど、その燃料代としてその灯油を買ったのが、その1500円分あの青いポリタンクに買いに行ったんですよね。なんかあ、これ本当にガチで寒いやつなんだ、これやばいんだと思って買いに行ったんですけど、でその1500円のポリタンクの灯油がちょうどなくなって、それから使ってないんで、10月から3月までかかったその暖房費用って電気代は別にして、多分その灯油代の1500円だけだったんですよね。で、これってむちゃくちゃ安い方に入るんじゃないのかなと思って。で、自分がその冬生まれだからっていうのもあると思うんですけど、その、我慢できないほど寒いとか、あ、なんか凍えちゃいそうだっていうような感覚が正直なんかあんまりなくて、外に出たら寒いんですよね。あ、肌寒いなとか、あ、めっちゃ寒いなって思うんだけど、家の中にいる時ってなんかそんなに全然寒くなくて、ほとんど暖房をつけずにその過ごしてたんで、まあ、みんなって冬場の暖房費用っていくらぐらいかかるのかなと思って、まあ、素朴な疑問から動画を撮ったっていう感じですね。なんでよかったらコメントの方で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。